どうも皆さんこんばんは、後藤誠徳です。今週もやってまいりましたロールシティ。去年ね、結成30周年を迎えて久々の来日を果たしたあの伝説のバンド摩天楼に久々のインタビューをしてきました。中心人物のね、ベースボーカルの聖夜に結成30周年を迎えてのことと、それから今回新たにリメイクしたあの名曲ファイアチキンのことたっぷり聞いてきました。まずはね、去年で結成30周年ということでおめでとうございます。 Thank you、 どうもありがとう。前にね、僕と摩天楼のメンバーがあったのが90年代の初めの頃だったかと思うんだ。今回だいぶ久々だよね。当時はメンバーが脱退するとかしないとか、そんな話もしていたと思うんだけど、それから20年以上経った今でも変わらず同じメンバーで活動を続けてて、これはね、当時のロックシーンのバンドの中ではかなり稀なケースだと思うんだ。うん、長いこと同じメンバーでバンドを続ける、そんな秘訣とかあったりするのかな。 Wow, really? Long, long time. Well, since 1998, Track Kitchen, Play Drums, or Fans, You Tractor? No.Stop, don't stop music. Don't stop music. Crotola, this song, Crotola. Songwriting, playing guitar and bass, and drums, bass drum. You. Very slow, 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 slow life. Oh, なるほどね。ちなみに最近は日本での活動も増えてるようですが、そのきっかけって何だったのかな。 Well, internet, YouTube, I see Mother, wow, my head, thunder wave, wow, amazing、それが顆粒子58のことだよね。 Yeah, E-mails, G-mails, Yahoo mails, 顆粒子メンバー FunBig, big, big song, emails, yeah. 13th anniversary,、yeah. Japan tour, okay, okay, okay. You f***ing crazy nice guys, yeah. Japan tour, rock and roll every night and night. おー、なるほどね。それから今回の CD ですよ。なかなかね、珍しいことだと思うんだよね。しかも収録曲がまさかのデビュー EP、 ハロー・ミッドナイト・ワイルド、放題真夜中のワイルド野郎からの名曲ファイヤーチキンのリメイクときた。これはね、本当に昔からのファンにはたまらないんですよ。なぜにまたこのタイミングでこの曲を収録しようと思ったのかな。 Yeah, just Kalish 58 member request Japan tour from、last year. YeahFire Chickens、Japanese Live House Club Small Club No, no way Anyway, no way F***ing crazy Yeah、I see Yeah Japanese fan request No, no, no Crazy Yeah, be cool、すごく流暢でね、びっくりしました。Thank you. ちなみに今回の CD の1曲目に収録されてる、これは顆粒子58名義なんだけど、シーサーナイト、放題で言うと顆粒子の風になるのかな。この曲についてはどう思ってますか。シーズンのナイスソング、ビッグコーラス、アイシンクソング、シンクソング、ウォー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 ヘイヘイ。そうなんですね。それはもう本当にファンにとっては本当に嬉しいことだと思いますよ。今後の活動もすごく楽しみですね。それでは最後に日本のファンの方に向けてのメッセージをお願いします。 Thank you, thank you、Japanese people Fun and rock and roll crazy Playing song Don't stop music Yeah.私にできることがあれば何なりとお申し付けください。